はい、つながりました。あ、来てますね。来てますね。はい。皆さん、こんばんは。みたこです。どうも、お世話になっております。<laughs> <laughs> <laughs> えっと、ここは、岩崎家ですね。ええ、りんたこみっぴの、お,、えー、のお家えー、大分の。えー、事務所兼、自宅、ですね。 そこは博多じゃないんだ。大分なんのはい違います。こっちは大分です。どっちが別荘なんだ。<laughs> ああどっちもまあ別荘ですかね。<laughs> <laughs> そうなんだ。そうなんですよ。今ちょっと、えー、妻はね料理しててまあすぐ来ると思います。ああ料理ご食事時間なんだよね。じゃあ終わってから食べるの？ええー、そうです。いやもう食べながらライブ配信かなっていう風に。 もう、うもう食事の時間なので。なるほど、なるほど。食べながら、そうなん、です。<laughs> いや、昨日ですね、うん、あの、再基盤で、アジを釣ってきたんですよ。わあ <laughs> いいね、あの、釣り場が近いところだから、いい、はい、そうですね。はい。ねうん、それと、お酒で。 いっぱいやろうかなこれ何これすぐ。なるほどね。はい、おいしいやつがいっぱい来てます。おはい。素晴らしい。えっと、今日はスタート遅いな。今何人 ?54 人がし。今、54人も見て。る失いしました。こんばんは。はいありがとう、こんばんは。あ、すいません、ごちそうさました。 ということで皆さんあの急遽なんですけどいつも僕一人でやってるチャットライブの「釣りは楽しんでなんぼにね今日はお二人ビッグゲストを招待されますもう改めて改めてね紹介しなくてももう本当に有名な二人なんですけど、えー、実は僕のこの「釣りは楽しんでなんぼは小学校3年生も見てるのでええー 改めてゲスト二人紹介しますね、えー、まずは、えー、ルアー界の貴公子、岩崎凜太郎、凜、えー、太子こと岩崎凜太郎。はい、凜、えー、太郎です。よろしくお願いします。はい、もう、ピーといえば、もう、何も説明いらないだろうっていうぐらい、あちこちのお店に、でかでかと写真が載ってる。<laughs> ありがとうございます。ミッピーこと、高木美帆さん。えー、成功選手 <laughs> 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 すごい初めて言われ,なれた <laughs>。えー、僕たちの世代はね、美穂っていうのも高木美穂になっちゃうんだよ。<laughs> え、そうなんですか仕、ね、事でしょ <laughs> 中山美穂さんでしょ <laughs> あ中山美穂がいたか。もう一個不高木美穂なんだよな。<laughs> まあ個人的な好みの問題だね、これ。<laughs> ということで、リンカとジッピーレオンの3人でね、今日はお送りしますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そっちでコメント見ようね。うん。うん。そう、コメント見ながら。はい。そこそこ。音声切った方がいい。めっちゃハウリうんうん。もう85人になっちゃったよ。あ、すごー。2人か。それ開くと、そう。あったあった。うん。 二人が出演するって告知してるからね、たくさん見に来てくれると思います。ありがたいわ。そこは危険だ。こっちだ。ま、ここで見ようか。うん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 。よし。はい、染武さん。こんばんは。ちょっと私たちご飯食べながらというか、まあ、皆さんも多分お食事されてる方多いと思うので、そんな時間てくだじい。皆さん、乾杯しましょう。乾杯。 あ、コーヒーしか言ってないけど。乾杯<ー>。<laughs> ご視聴の皆さんも乾杯。乾杯。<laughs> え、なんか今日のためにメガネを新調してきたとか。<laughs> <laughs> さっき買ってきましたこのお揃いで。<laughs> なるほど。俺も今この辺に一二三四五六七八九九個か。お <laughs> そんなにガネっているのかな <laughs> いやメガネ鏡フ,フェチなのよ。ええー、でも分かる気がする。そうね、今かけてるのはあのー、一般距離のメガネね、遠くも、それとまあまあ目の前ぐらいまで見えますよ。で、これが似たようなフレームであーあの色のついたやつとあ。ああ、いいね。 なんかレオンさんっておしゃれなイメージですもんね。これこれがいいのよ。<え>これ。こっちで見せようか。<laughs> お<ー>お。おっ何れ。これ最近気に入ってね。これ理想なんじゃないもしかして。あのさ老眼は釣りって大変なのよ。お<ー>でこの遠くを見る変更グラスかけて。 なおかつリグる時は手元が見えないねこれじゃねなんか老眼鏡いるでしょで老眼鏡をどこにつけとくかの問題だよねでよくあの金ンでぶら下げてる人いるじゃないあのおばさまなんかあ,<ー>あれぶらぶらして釣りの邪魔になるじゃない、はいはい、で、はい、鼻に引っ掛ける鼻眼鏡とかもういろんなもの今まで買ってみたんだけど、うん、これねアメリカで生まれた

度数が違うやつを合わせて3本くらい持って、うん、色違いで。20色くらいあるんだこれ。ちなみにこれフィッシングで売ってるからね。<laughs> 何ですかええね、ちょっと見せてあげよう。わさに持ってく、うん、わさび持って。<き>っ君たちもすぐ老眼になるんだから見といた方がいい。や <laughs> りますかね。<laughs> ちょっとね、画面共有してみせてあげるね。あ、別にね、その、 老眼鏡にする必要ないんだよ。はい。うん、老眼ではないもんねあの。俺はこれは買ったやつをすぐ外して、あの眼鏡は持っていって、レ、えー、ンズを変えてるわけだから、うんで、これ、もう少しいいとこ説明しとこう。ここへ首に引っ掛けるってことはね、前に出ないんだよ、これほら。あ確かにひもでぶら下げると、はい、サングラスブラッと前に出るじゃない。 これこういうふうに角度がついてるからね動かないんだよあの前後左右でもすげーねすげーそこがいいのこれすごくなんか初めて見たそんなそれってあのマグネットで接続なんですか？うマグネットここええー、すげえじゃすごいこれはねあのー、今見てくださってる人たちもなんだーと思ってるかもしれないんでちょっと見せてあげるね画面共有のあれね。 これフィッシュインのトップページでしょ。で、ここのアイテムのところに生活関連用品かな。ここへ手袋だ、なんだかんだあるけど、これメガネ。クリックアイウェアって言うんだよ。あ、リオさんのところのホームページえっと、販売サイト、ね、うん、お店お店、釣り具店。んこんなに入れられるの。で、前後に伸び縮みするのをアジャスト聞いて、頭の大きい人も聞い釣る<ー>の長さが超絶可能。 ね、であのフレームの形がほら違うでしょ三つとも。<ー>23種類フレームの形があってここがほら伸びたり縮んだりするんだこの横のつるのとこが。<ー>前後に。なんかリ,リンダコクみたいにあの。 後ろ頭がきれいに丸く出てる人はギュッと伸ばして入れればいいし。俺, <laughs> 俺は絶壁だから短くていいんだ。<laughs> えー、すげえなーすごいでしょ、これ。あ、これさあ、鼻当てがやっぱないやん、言ったら。ねえ、ねえ、最強じゃない、これは。変更グラスってこれでいいような気がする。うん、<に>そう、だからこれ買って。 で、レンズだけ自分のお好みのレンズをタレックスでも何でもいいから入れればいいよ。<ー>これ、色がたくさんあるから、よくない,い<や> <laughs> 確かに。確かに。おしゃれです、ね。これでこうやって選べるんだ、ここで。そう。ああ、いいですね。うん。まあ、今まで見つけた中じゃあ、これが最高。僕はまあ、えー、老眼鏡として使ってるけど。うん。<laughs> すげれ曲がるんですね。 これはね年寄りになって老眼つける人はわかると思うんだけど、すぐメガネどこ行ったか分かんなくなるよ。パッと置いてしまうから。で、こう置いとかなくていいんで、こうぶら下げとけばいいかなそこがね、超素敵き。えーうん、いいな、ああいうのをね、いいね。ね作りたいね。<laughs> メガネ結構ストレスかかるんですよね、私あのこのメガネあと、作るの あのメガネってね本当に難しいなんか自分に合うからっつったって人には合わなかったりねだ、うん、から、ね、自分でこれ似合うなーと思って買ってもつ、あのー、けなくなったりねなんかどこか細かいとこが嫌で、うん、このオークリーのこれは結構気に入って使ったこの花柄ええ<ー> <laughs> <laughs> 夏にはこれよくするんでああレオさん捨ててそう <laughs> <う>いいなぁ一番なんだろうこう形というあの見慣れてる感じでしょ僕の <laughs> うんうんうん、うん、よく見るとよく見ると花柄だとああ結構派手ですね乙女チックに花柄だと乙女チックいや<ー>すごいねなんかたくさんコメント頂い,いてますね本当はい <laughs> これずっと書けたままやりたいんだけどコメント見るときに読めないんだよこれじゃ。<laughs> 残念なことに。に <laughs> まだコメント入ってないでしょ面白いのが質問とか。なんかでも質問というかあでもかばい小林さんって方が質問っぽいの書かておばいてくんは福岡だよ。ええー。えっと前にあのどっかのあの商店街のようなとこでやったじゃんかイベント。 君たちは2階でうちら1回に。あのたんですねあ、そうか。あそこにも来てた中学生のとこの子がいる。えー、そういうこコメント入ってたら、そういえば、ツイッターに。ああ、そうですか。うん、2人のファンなんで見に行きますって書いてあった。ありがとうございます。うん。キッコさん、味のお刺身です。うん どこで釣った味でどんな味かこれ昨日の夜ですね、あの、佐伯湾で釣ってきた、取れたって味ですね。お<ー>尺ちょい手前ぐらいですかね。あああ結構、ね、尺ちょい手前、一番おいしいところじゃないかな。ね、そうなんですよ。太鼓がめっちゃあって、うん。氾濫シーズンなのかなどんどん誠白子入ってましたね。 産卵シーズンだね。あの、遅いとこじゃ5月ぐらいだもんね。えー、<は>なんかそんなイメージだけどね。南早いからもう持ってるかもしれない丸味とちょっと違うんですよね、産卵期がねあ。丸って夏よね。丸はこっちは6月じゃないうん。なる,なるほど、なるほど。うん。あ、おいしい。美味しい。うん。これたまらんね。これちょっと日本酒だな。<laughs> うん。日本酒ついでこよう。 おう、日本酒行こう、日本酒。ワインじゃないわ。普段飲まんけどね。ご視聴の皆さんね、さっき新事実が発覚したんだけど、密ー酒飲まないんだってさ。ほぼ飲まないですね。<laughs> めっちゃ飲みそうだと思わない<っ>みたいな感じこう、イメージ的に。本当にでもやっぱ福岡の女性って飲むイメージがあるらしくて。うん。私は ちょっと家計的に弱いので飲まないですね。効果があったより、その日頃画面で見る密閉飲そうなイメージ。あ、本んですか。なんか飲めないこと。こんぐらいだったら飲んでもいいんですけど、全然飲んでもなんか別に飲まなくていいかなみたいな。飲んだらどうなるのえっと、ひどいときは、えっと、顔が腫れたいあの、すごい、<ー>腫れるのもすごい腫れるんですよ。うん、アレルギーを起こすんだね。すごいです。 それと、あと、あの、ここが、関節が赤くなって、夜眠れなくなるになります。痛くなって。うわそれはもう、体質的に合ってないんだから、飲まない方がいいよ。そうなんですよね。モッキーと一緒、モッキーと。あー、そのメイトとね。モッキーすぐだもう、3分5分で、全身ジンマシンが出て、ブワいですねいや、でも飲めると思うよ、これ。ちょっと、ちょっと、もう、ちょっと、アジの後でね、これも言ってごらん、もう、やばいから。 う,うん。絶対日本酒だよ。まあ、ちょっと騙されたと思ってね。でも、レオンサル結構飲まれますもんね。うん、僕はお酒は全種全種類飲む。えー、日頃はビールかワイン。<え>なんか、今のあれやね、変更が枯れた感じ、こう、こうやってそうやね、こう。<laughs> これはブランデー。あ、ブランデー。あ、そうなんですか。チューリップグラスみたいなのの、下をこう、膨らんだとこ、手のひらで包むようにして。 はい、回すのはなぜかというとオン、えー、体温でブランデーのフレバーを花開かせて、香りを楽しみながら飲むのがブランデーの飲み方なの。うん、で、ウイスキーはそんなこしゃくなことせんと、ストレートグラスでちっこいやつでグイッていうのがウイスキー。えー、これはブランデー。確かに、ワインと思っとった。<え>いや、ワインはこう。ワ,ワインはこう、アシス通り勉強になるね。 <laughs> がリそうそうまあ言ってごらんよそれもめちゃくちゃ美味しいからうんブランデーは飲まないんだ僕あんま好きじゃないあ僕も、まあ、好きですけどね、うん、あ日常飲みはワインが一番いいねうんワインがいいですね,ねリンタコもワインみたいね最近そうなんですよでこれ日本酒ちょ,ちょっともうちょっとちょっと飲んでごらん うん、あ、落とそうより飲みやすい。飲みやすい水,水やね、これ。あ、水やね。<laughs> リンちゃん。はい。告知には、フィッシングショーのトークショーのような手で。はい。チャットライブでやれたらいいな。そんな感じでいこうと思います。<laughs> あ、わかりました。はい、<laughs> だいぶ雰囲気違うぞ。<laughs> <あ>絶対いいんだけどね。 フィッシングショーってこんな感じじゃなかったですかね飲みみ会たいにってフィッシングショーもこれでやろうか、こんだから。あ全然僕はこれでいいんですけど。ますか。うん。僕のこの土付き眼鏡もね、これもいいんですよ。アレックスさんで作ってもらって。あ いいね、りんたくは、顔が優しいから、サングラスかけてもやから感出ないよね。ああ、そうですね、でも、メガネがあんまり似合わなくて、結構悩んだね、今日もね。ああ、そう、うん。サングラスはまあまあ似合うんですけど。そのなメガネが似合わない。メガネはこう、まあ似合ってこれぐらいですね、ギリギリ。ああ、それはいい感じで、優しそうで。うん、うん。それ、違和感ないよ。<laughs> 違和感ないですか。違いい感じでか うん、それいいと思う。三、ね、人ともメガネっていう。<laughs> もうオフやね。えなんかいろいろコメントも入ってますよ。<あ>えー、一気にもう百三十九までいってる。すごい。いね。あ、ありがとうございますね。本当に。うん。お、<ん>ザフィッシング見ましたよ。メトロさん。 俺全く見ないから何,<あ>何もやってるのかよく分かんないどんな番組やったのザ・フィッシングでいや実は僕も見てないんですよまだ<っ>あそうなのはい昨日放送されて昨日撮影してたんですよね別のロケでうんなので今日これが終わった後で晩酌しながら見ようかなと思ってどこで見れるのみんなはあの TVer で見れます TVer だったら無料で見れるの はいティーバーの CM みたいですね、今。<laughs> ティーバーしかダメなのね。ティーバーしかダメですね。あとは、広島は、でも映りそうやけどね。うん、テレビ東京が映るのであれば。ティーバー入れてたかなあ、ィーバー落としちゃったよな。まあまあ、また入れてください。今は、ディズニープラスに、ネットフリックスに、<laughs> アマゾンプライムビデオと、フールと、<laughs> なんで <laughs> そこまであって、TVer がないのがよく分かった。えー、っと、レミノも入ってるね。<laughs> そんなにですか、すごいすっ。TVer だけ落としちゃったんだ。え、か祥感と。せっかくだから、久しぶりにりっちゃんのやつ見ようか。<laughs> はい、見てください。レオンさんの YouTube をよく私たち、めっちゃご飯食べながら見てますよ。あらまー、あ。<laughs> ねえ、うんうん。<laughs> なんか いろ,いろなんか面白いです、レオンさんあのいろいろ言葉の選択が。いじってやろう思ってネタ,ネタ探ししてんだろ。いやいやいや,いや、なんかレオンさんにいい,いいねと思ってキャラ、キャラがすごく、ちょっとまあ,ん<ー>あいいねっ言えそうだよね、そういうふうじゃなくて、一般のチョイスが面白いです。最近の僕はあの釣りの VTR よりもね、はい、ほとんど。 なんていうかライブとかそんなばっかりだもんねうんうんいいえ今レオさんのお家ですかそこここはい羽田あそうですか羽田のホテルええ,えお仕事いやまあ最近羽田に住んでるというかえ嘘よ <laughs> いや,やっした <laughs> <laughs> え,えらいおしゃれにコミ ああ、これお皿なんてのはどうにでもなるんだよ。どうや、ああ、そういうの？あ、豪奢<え>ってこと？ほら、おすごいすごい。ま、えー、え。え分からいかにも職場で仕事するようにしてるのはこんな感じとかね。あ,<ー>あ、さっきのが一番違和感なかったね。なかったね。えー、すごい。お、こんなんでいいですね。 え、私あれやん。騙されて完全に。あ、みんな騙されてるよ。えですよね。で、ちょっと賢そうね。初棚の前とか。こういうのとかね。いですよ。賢そう。ええ。あ、ちちょっと金持ちモードでこんなのとか。すげえ。使いこなしてるね。うん。すぐれねえ。疎いもんね、こういうの。疎いとダメなんだけどね。疎いのか。 いですよでもあれだけ YouTube たくさん稼いでるじゃないの視聴会。いえいえ<う>ね。大変なんですよ。あの人腕不足で。確かに。<laughs> はい。本当に。背景動画もできるよ、こうやって。<laughs> 本当だ。ああ、風強い。<laughs> 強いね。<laughs> 夏になったらこれを使う。え、りょうさん、今どうですかいや、ハワイに決まってるでしょ。<laughs> 騙マされる、私は騙されるすべき。まあ、同性だったんですね。騙されましたって書いてある。本当や。強体なわけないじゃないか。釣具 <laughs> じゃ儲からないっ,つってゲイリルーミスも言ってたよ。誰ですかあの、ゲイ<誰>ルーミスという有名な <laughs> 消えたカーボングラ、あ、消えた。 カーボングラファイトの父と呼ばれる人がいるの。こんな絵があるよね。<laughs> 懐かしいねなんな、これね。<laughs> あの、ほら。なん <laughs> だったっけえ、<laughs> だって松本暁子さんとあれの。ん電波少年じゃなくて。そうそう、<ー>電波少年こんな。電波少年ですっけあーあー、こんなんだったの。うん。うん、<laughs> あ、黒巻きみたいな。うんうん、なんで 戻んないんだろう。あ、戻りましたよ。帰ってきました、ね。戻った、帰ってきた。羽田へ。ます <laughs> えー、全然、全然ね、もう、コメント読みましょう、コメント。<laughs> コメント、何かいいの見つけて。でも、あんまり、なんか、先生があんまり、ないかもですね。<laughs> まだ来てない、そうそう、まだ喋るよ。みんな、ひたすら見てるだけだよ。 そうですね、うんうん、せっかくさ、あの視聴者の皆さんあの、こういうビッグゲスト2人が来てるんだから、2人に質問して、いつも、僕にはもうてきたでしょ、毎週、はい、毎週、<laughs> 2人で質問してあげて <laughs>、えー。毎週やってますもんね。毎週やってる、うん。もう最近はこのリールの話ばっかりだねあなんですかそれ、ま わあ知らないんだ、台湾のテスターさん2人が。<え>すみません、私、道具にめちゃめちゃ動くてですね。何 <laughs> ですかちょ,ちょっとじゃあね、<laughs> これも画面共有してみせよう。はい。見えてる。見えてます。ここ書いてある、これ。IR ダイワテクノロジー、ーーダイワテクノロジー、SLP ワークス、インクスレベルって書いてあるでしょ。えここ。もう本当だ、SLP とインクスレベルの。んカーソル見えてるカーソル。はい。ダイワと SLP とインクスの3社、あの合同で作ったマシーンだ。えぇ、ー、3社で。そう。 中のブレーキプログラミングとスプールがあのインクスオリジナルなんて。何が違うんですかねえっとね、まあ、俗に世の中でベイト・フィネスって呼ばれるマシンがあるよね。はい。で、ベイト・フィネスも、まあ、りんちゃんよく分かってると思うんだけど。いやー、いまいち分かってない <laughs>。ほらベトって 10年前だと5グラム以下をベートで投げるのって、あの、なんだ、なんていうのかな無理っていうか無駄の話だったじゃん。5グラム以上をキャストして初めてベートの良さが出てたよね。それが、どん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 そのベートフィニッシュ進んで良くなっていって、3グラムとかが普通に投げれるようになったよね。で、今や大和さんで言うと月下美人エアーとか1グラム投げれますよってなってる。 うんで、ようやくライトゲームで本格的にそのベイトを導入できるような時代が来たんだけど、はい。全然納得いってなくて、俺たちあ<ー>、うん。それは何かというと、まあ1グラムは別にスピニングでやりゃいいじゃんといまだに俺思ってるけど、はい。少なくとも,も空気抵抗の大きい2、3グラムのプラグ。ああ<ー>。レバリングでよく使う。はい。これをベイトで、 フルキャストしたらバックラッシュするんだやっぱり。ああ、そうですね。確かに今のベ <laughs> イトフィネスキって一グラムは投げられるんだけど、はい、投げられる程度なのよ。ああ<ー>、普通にライトゲームでさ、ライトゲームの人たちが一グラム二グラムのジグヘッドを投げるときに、はい、どうやって投げてるかっつったらバシって投げてるじゃんみんな。はい。 で、じゃあ、ベイトフィネンスの人たちは2グラム投げるときに投げれますよってって、どうやって投げてるかって言ったら、ュンなのよ。ああ、そうですね。つまり、本当のフルキャストができてないってことだよね。うんで、なぜって言ったらバックラッシュするから。はい。だから、いわゆるベイト投げ、スピニング投げってちょっと分かれちゃったんだけど、少なくともその2グラム3グラムくらいを本気の遠慮なしのフルキャストができないと、 ダメだと思ってんの。で、それができるようにしたわけ。なるほど。なんか、レオンさんだから作れたアイテムですね。あの、もう、いろいろ、いろんな思いを込めて。<laughs> リりんちゃんで、ね、ちょっと質問するんだけど。はい。1.5g のジグヘッドをスピニングでフルキャストしたら何メーター飛ぶ ?1.5 か。まあ、20。 うんどんなもんかな測ったことある平均<気>うん。いや、測ったことはないですね。測ったことないんだ。でも、25メータープールぐらいですよね。俺は測ったことあるのかつて、あのブリーデーのブラック3兄弟作ったときに。はい。68ストレンジ748。7, 4, ええええ。で、なんでグランドテストしたかっつったら、えー、あの時始まったんだよ、あのマイクロガイドつけるのが。はい、ああ、そうですね、うん。あれ以前はマイクロガイドってほぼなかったからね。 うん,うん。で、マイクロガイドつけて飛距離50のこれ嫌だったから、グラムつけしたの何回も。1.5グラムでねあの、平均20メーターしかいかない。ええー、そんなもんでしょうね。そう。ピシッと振り切れない人は大体17、18メーターなんだよね。うん。こ、この IRC って25メーター飛ぶんだよ。えー、えー、ええ。いや、多分、俺がそんなもんないよスピニングで、はい。人差でも変わるってことよね変わる、変わる。だけど、 多分人より飛ばしてる自信はあるから、うん、そんなもんだと思うよたぶんリンちゃんはスピニングで1.5245飛ばしてるうんだからできればベイトでもそのレベルいきたいなっていう、うん、そしたらストレスがなくなるベイトは全く自信ないもんねやってるの見たことないなそういえばうんたいねフルキャストしたらバーンってなるやん なるほど。<え>普通ね使わんとね。えー、まあ、二グラムあれば飛ぶけど。一点五か、ちょっと自信ないな。あのね、一点五グラムのジグヘッドよりも。二点二グラムの、例えば、そうだな。リンちゃんならわかるな、スミスのジェイドとか。ええ。の方がはるかに投げにくいよ。えー、ああ、そうですね。うん、あのー。一点五グラムのジグヘッドよりも、二点二グラムのジェイドの方がバックラッシュするんだよ。えー 空、えー、気抵抗があるから、はい、投げた勢いよりもルアーが飛ばないから糸がブローンって出ちゃってうん、うん、そうですよね。失速するん要は途中で。ああなるほど、うん。だから糸が引っ張られないから。で,でもスプールは回ってるから、うん、ブワーってバックラスそれをとにかく何とかしたかったのよ。あ<ー>うん、でそれが可能になればスピニングとは違う。 全く別次元の釣りの世界が待ってるよ。えー、<laughs> ついにできましたっていう感じですね。<laughs> ねこれは楽しみですね。そうそう、それでもう土地が開けてからずっともそれにかかりきりで、うん。ねえ、これだったら俺使っていいんじゃないのもしかして、大和だし。確かに。ねえ いいんじゃないの別に使ってもねちょっとレオンさんの交渉次第ではもしかしたら僕が使ってる絵が出るかもしれないですねおおなるほどうん、うん、まあか確認してみてくだ <laughs> さいなんで僕使っ,てもいい使ってもいいですか <laughs> な,なんで俺は <laughs> 使ってもいいですか <laughs> っていいか <laughs> 一応聞かなくて後で叱られたら知らないよ <laughs> はい <laughs> コメント読んでもいいですか <laughs> はいお願いします、はい 静岡のシャキメバリストさん<お>デカメブルハンターリンタさんへ質問です三十五センチオーバーのメバルを狙って取る上で意識しておられることを教えてくださいああの釣り場に着いた時にねあの一番最初にイメージしますねもう自分の釣り場でそれをかけるで取り込むまでのイメージは必ずします もうどんな釣り場でもでかいのが出そうとか狙ってるんだったら取り込むまではもう決めてこの位置でかけたらここでこうやって取るまでは考えてるから多分キャッチ率は相当違うと思うんですよ。で僕はかけた魚をほとんどバラしてないから、ね、あのみんな多分逃げた魚はでかいっていうのがあんまり多分ないんですよ。 でその中に三十五がいたかもしれないねっていうのを取ってるだけだと思いますね確かにバラしてるの見たことないかも、ねうん。でかい魚はバラしてないやろほとんどで、ね、そこない。でそのためには、ね、うん。うん、そのロケーションに入った時にもうりんちゃんなんかだったら見えるじゃないか着くならあそこだなと一番でかいやつがその目の前に広がる風景の下りわだな何だった絶対こ風がこっち潮こう当たってこうなってるからでかいの着くのあの ピンンポイントみたいなところまでやってる人間読めるからねそうするとあそこにキャストして寄せていってかけたら取り込むまでをどこ持ってくるかっていうの足元全部チェックして取れる場所に立つでしょそうですそうですうんそんなそれを言ってるわけだよさっきからねそうなんですよだから大体取,いい取れるとこでしかやってないんですけど その状況が厳しくなってもロケでどうしようもないなっていう時はあのー、もう最後の最後で取れないかもしれないとことかやっぱ投げますねうんうんうんその時はもう最後の勝負はもうラインの強度ですねうんそうなってくるねそうなんですよだからもうラインもロケの前は必ず新品に巻き替えていくし、うん、ノットももう絶対万全の状態でやるから最後でそこが すれながらも上がってきてくれるみたいな、そんな感じが多いかな。うん、ちなみに三十五センチ前後が望めるような、あるいは。望んでいく時の。ラインシステム。どれぐらいを組んでるの。三十五だったら、まあ、リーダーの問題でいうと、やっぱ。最低六ポンドですね。うん、で、六で三十五狙うことは絶対ないんですけど。七か八。うん 二択ですねオープンスペースだったら、まあ、7ポンドで値が荒かったら8ポンドで P ラインも大体それぐらいのポンド数で、まあ、0.45とか6ポンド以上のものを使いますね大体04に7ポンドがまあ一番使ってるかなまあほとんど取れるけどねあとはロケーション次第ですね、えー そうなんですよ。あの、ドラッグをミリも出せないロケーションだったらどうするのあ、フロロカーボン使います。<laughs> な,るなるほど、なるほど。4ポンド直結ですね。うん。はい、その時は、あの、うん 1> はい、1号直結でね。うん、はい。で、リーダーは、あの、意外とその時はつけなかったりしますね。あの、伸びを信じて。うん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 。はい。なるほどえ。そんな感じです。 質問いきましょうかねなんかだ,だんだん結構いろんな質問が何何何結構ねにちょっとこう、うん、見れないと見れないのもあるけどちょっとどうしようかなりんたこさんとミッピーさんのなれそめが聞きたい <laughs> <laughs> 聞いちゃう<何>でも私ね第一印象は第一印象というかあれやね、うん、10何年前 あの金丸隆二さんが引き合わせてくれたんですよね、当時。<laughs> 引き合わせてくれたって言い方おかしいけど。<laughs> まあそうかなへ<ー>私が当時撮あ、ルアマガソルトの撮影で、金龍と一緒に大分で撮影の時に、ユーマ詰めまで時間あるけん、なんか、銀太子さんがいる鶴瓶屋さんでも行きますかみたいな。 で私めちゃめちゃ眠かったけど、なんか正直あんまり行きたくないというか、そうね、車からも降りたくなくて、あ<ー>まあその階段を上った先にりんたこさんがいて、いやすごいなんか階段上がってきた時にもう、ぐすっとして <laughs> 眠かったのん <laughs> <laughs> あ、りんたこさんかぐらいや, <laughs> <laughs> やる気あんのか、この人っていう。<laughs> はい、でもそれが慣れそうのか。 本当に。ね、最初だよね。最初はそんなもんね。知り合い期間長いんですよ。うん。な、うん、だなんかね、なんか面白いなに何えっと、みんなの釣りに行くときのルーティンみたいなのありますかあります。みんなのってたら3人に聞いてんのかなそうですね。はい。釣りに行くときのルーティン。<laughs> 僕はないありますないんですか、はい、ルーティンなんかないええー。例えば玄関出るとき右足からとかそういうことだろそうです。これを持っていけばとか <laughs> そんな感じですかねな,んかないなどう考えても出てこないね必ずやると<ー>もう釣り道具持っていくしかないねちなみに車から釣り道具は持って下ろしますか 車から持っておろす現場に着いたらってことあと釣りから帰ったら。あそれはも,もちろんそうだよ。はあ、これをしない方が結構多くて、うん。僕はもう、なるべく全部おろしたい派なんですよ。いや、全、お <laughs> ろしたい派というか、きれいにしないといけないんで、うん、はやっぱ洗いたいたからそうかな。 これが多分、釣りプロとそうでない人の差かもしれないなっていうことが、ちょっと最近分かってきて。いやー、それはね、プライベートで釣りに行くんだったらあの、取り逃そうが、針が折れようが、糸が切れようが、リールが回らなかろうが全然いいんだけど、うん、僕たちやっぱり人に見せる釣りをしている以上は、えー、やっぱりタックルはね、ある程度きちんとしてないといけないんで、えー、だからそりゃー、って偉そうに言ってるけど、俺は大したことない。 私もたことないですうちのスタッフたちはすごいよ、地球さんなんかは。<laughs> <ん>船から降りて釣り屋で着くりもうすぐ洗ってるもんじゃああ、ちゃ<ー>うん。うんまあ綺麗なほうがいいですもんね。でも、いい自宅へ帰ってきて駐車場に止めた車の中にほったらかしってのはまずないな。ああ<ー>、はまずない。はい、それが、まあ、ルーティンにも入ってるかな。そこから が大出かける際のルーティンってないの何か思いつかないんだよね。なんだあでもあ<れ>ちょっと最近よく思うのがそのまあ普通に釣りする場合はいいんですけど取材に臨む時ですね、うん、このロケとか大事な取材に臨む時は一回ちょっと過去を思い返してみてあの 何のおかげで今こういうことができてるのかって、ちょっと考えるようにしようと思ってて。偉、はいなうん、なんか、そう、その仕事をやらせてもらっているっていう、やっぱ、感謝の気持ちっていうのをね、こう、あの、数えられるだけ言おうと思って、家は出るようには、あの、し,してますというか、今後しようかなっていう感じです。多分そのルーティーンっていう、 方で質問されたからぶん凛ちゃんも俺もパッと答えが出にくいんだけど僕たちはほらやっぱりね後ろに企業さんがついてたりメディアさんがついてたりするとそこに対するやっぱり責任感があるからうんだからロケとなるとルーティンというよりは心構えがどうしても必要じゃないで例えばあのー、東京からねえ今はもう DVD の時代じゃなくなったけど 僕は始めたた頃っってほとんど DVD だったのね、えー、しかもその最近はほら雑誌社のカメラマンさんが一人でカメラ抱かかえて撮る。えー、ほら当時の DVD って言ったら本亀さんサブ亀さん音声さんディレクター5人6人ついてたでしょミッピー。で僕広島じゃないで釣り場が例えば四国だったとすると東京から来るわけだよね。外しは許されないよね絶対にその望まれたテーマに沿って。 だ超過を出さなきゃならないよね。何が何でも。そうですね。そのためのやっぱり精神的なこう心構え、タックルの準備、えー、その他の下調べ、全部やっぱりするよね。きちっとね。それをルーティーンと言ってしまえば、そうなのかなと。そうなんですよね。そそれがまあ大事かなと思いますね。大事だよね。まあそうだな。最近の僕だったら、えー、釣りに行くったら一番真っ先に気をつけるのは僕の場合は。 えー、靴、えー、どのタイプのシューズ履いていくんだと今回釣りに行く釣り場に合わせてっていうのが例えばまあテトラへ登ることはもうほとんどなくなったけど仮にの話でねもう昔散々経験してたんだけどスパイクスシューズ履いてりゃ安全じゃんと思う人多いんだけどテトラの上のスパイクって危ないもんね。 <laughs> 突っかかって引っかかるんだよね。テトラの壁面に見合ったものすごくグリップのいいソールっていうのがあるわけよ。うんなんだと言わないけど僕の中ではあるわけ。明確にこれが一番滑んないと。みたいなそのフットウェアっていうのはものすごくいつも考えている。そっか、フットウェアか。大事やね。大事やね。 まあ、考えんくもないけどね。でも私あるかも。こんだけ、まあ3人ともそうですけど、それ人生長いじゃないですか。うん、こう大けがを、まあ、したことがないっていうのが当たり前なの,のか当たり前じゃないのかって考えた時に、相当慎重に歩きようかも。あ<ー>もう絶対滑りそうと思って、まずこう、チェックしてとか。そうう、ね、ううんうん、うんん 普通、まあ、一回、二回ぐらい死にそうな事故があっても、うんうん、確かに確かに。まあ、あるかもしれんけどょ、ねうん、けど、結構私はなんかそこは、あの、怠惰にならないように気をつけてます。大丈夫やろとか、なんかこうなか、なんか不審ってやっぱ怖いじゃないですか。全面に対し,対して。さっきなんか今でもちゃんと。あのね、これ男同士で、いっそ歩きとかすると、うん 途中かからななんか速さ勝負になってきたりするわけよでこの速さ勝負に俺は絶対参戦しないようにしてる。えー、だからもう一歩二歩ずつ歩くんですよ。こうグッグッって歩く。これはずっと続けてるから多分自分的にはもっと速く歩けるんだけど倍ぐらい時間かけて歩いてるのはあるかな。だから多分二人とも慎重じゃない大事だと思う。 <laughs> <laughs> 安全行ばか、ね。いや、基礎やっちゃうね男に。全逃してもね、別に。安全を取った方がいい。いやいやいやそうなんよな。僕がその、きょはどこ行って、どんな釣りするって言ったら、そのロケーションが全部頭に入ってるからなのよね。はい、初めてのとこに行くときは、僕、車の中に3足ぐらいいるじゃん <laughs>。で、じゃあ、ここだったらこの、これ、ここうって、はくんだけど、 さっきミッピーがちょろっと言いかけたけど、現場に見合ったシューズ履くんだけど、なおかつ水際に立ったときに、あの石は踏んじゃだめ、こっちは踏んでも大丈夫ってな、もう経験長いから、一瞬で見分けつくよね、踏んでいい石と悪い石がね。で、これが分かんないうちは本当に危ないから、うん、慎重にも慎重重ねないと。で、一人で釣りに行くときに、 ね、僕の友達一人いたけどねすねの骨折ったやつがへえー、いそだよいそ行ってへえー、死ぬかと思ったって言うんだよな、ね、あれでかあの誰、ね、<laughs> もう民家なんてね1キロ2 k る離れて崖の下にいるわけだからう<わ>、うん、早く行けえってもんじゃない安全だい<わ>自分のためだからね確かにじゃあもう一つ 赤、白、黒のメバルの種類によって大きくなりやすい種、なりがたい、なりにくい種など、ある程度傾向があるのでしょうが、ご意見をお聞かせてください。あ,これはあるでも、えーと、そうじて言うと、黒の大きいのはちょっと貴重かなと思いますね。えー うん、あの32とか3だったらまあまあどれでもなるんだけど、まあ、黒で35アップってかなり貴重かな。なんか白が一番貴重そうなの違うやつや白はねあの東北に行くと割と出る。<ー>うん、茨城より上だね、まあ、茨城でも35アップは出るけど。あ漂白のあれは と何センチ？漂白？白星？あ白星, <laughs> 白,星 <laughs> 白星はねあれ七点五ぐらいかな赤,赤え四十番釣ったのにも何何メバル？それも赤,赤白の四十番逃がしたってない言ったっけ？それ三十九そうそうそうあの釣り上げて逃がしたやつありますねうんうんそれはえっ、ー、と 岩手に入ったところの磯かな。ええー、でもなんか磯津で辺、粘り釣りしよったらさ、大体でかいのさ。うん。あ赤も黒も、一個、なんか白って、こう、人工物につくイメージやけん。うん、でかくなるってイメージがあんまり残って。こっちの白はね、もうせいぜい尺だよ。うん、あ、やっぱそったら。うん。本当ね、茨城から上の白は、ちょっと異常ですよね。一番でかいのは、あのー、日本海側の北の白だよね。 えー、例えば新潟では40オーバーは数釣ってる人と出会って話したことある。<laughs> 43とか45とか言って。去年確認したのは、えー、とどことは言いません。ね、どこと言うと全く言わないんだけど<え>50センチくらいがうろうろしてる。粘る全部白。で実際にそれを釣った人は僕の友達なんで50.5をね。 でまあそれ、写真しか見てないんだけど、どう見ても白目バズなんだよ。へぇ、えー。そのポイントに、えー、あのダイバーの某、釣り具店じゃないんだけど、某ショップの店長のダイバーさんがそのポイントを潜ってみたら、4五50匹たって、全部50センチぐらいる、えーえー。まあでもやっぱり夢はあるよね。へぇー、すごいね。うん それが、ね、やっぱり日本海もう一つはねあの遊漁船なんだけど、えー、っと島根県から出てる海峡という有名な根魚ジギングの有名な船があるんだ重、ね、見典弘さんとかしょっちゅう乗りに来てた。海峡の船長が「綾さんバカでかいメバルの巣を見つけたから行くか」まあ当然船からなんだけどね。うん、そこで <laughs> その網代で釣れるメバルがやっぱり50前後で全部白 ごめんなさい、俺は信じてない、全く。ごめん、あの、まあ、だいたい写真ぐらいはあるんじゃないかなと思ってるんで、出てきたら信じます。ああ、それぐらい自分はちょっとやり込んだ自信があるんで。だからね、地域でまるで違うんだよね。だから、その、白の50センチぐらいがいるっていうのは、同じ日本海でもね。うん 可能性はね、可能性はもう絶対あると思うよ。これで35ぐらいか。うん。あの、ちょっと場所が違う。なんか、それはりんちゃんが言うのも無理ないだと、俺が見て信じられなかったんだから。うんでも、本当にいるんだよ、50。ええ。それって、なんか、<laughs> アオリイカで言うと、こう、レッドモンスターとか、そういうレベルなんですかね。そうだろうね。ちょっと違うみたいな。あ,あとね、あのー、ほら、キングサーモンで考えたら分かるよ。 キングサーモンであのアラスカとかカナダのチョロト川とかナクネク川とかのキングサーモンバカでかいけど同じキングサーモンで北海道でいう、えー、とマスノスケだっけ <laughs> 種類一緒なんだけど大きくならないでしょ、えー、それはもうその川が持ってる栄養素なんだよ、えーね、チョロトだのナクネクだののその川の栄養素が流れ込んでる 水域に帰ってくるキングサーモンはバカでかくなるしさっきから僕が言ってる50のメバルも全く一緒で火山島がキーワードになってんだ。あ火山。火山、えー。近くに火山島があるとそこから大量の地下水が出てるとそこの、えーなんだろうね、生物層の中に餌がたくさんあって白メバルがバカでかく育つ要因があるってことだ。 だからこんなものをね、釣り行って、50、俺釣ったぞってい、やりたくないから行かないの<ー>あの。無意味だと思ってる、メバリングという文化の中で考えた時に。だから、リンちゃんが釣った赤メバルの40ってのは、俺はもう大拍手で送るだって、行こうと思ったら、誰でも行ける場所なのよ。うん。ちょっと頑張って歩かなきゃいけないぐらいで。そんなのわかるよね。うん でもそうじゃないのにバカでかいのっていうのはちょっと興味ないなうん。行けば釣れると思うんだよ。たくさんいたからね、数が。<laughs> でもなんかこう、なんか、んなんかいいね、そういうなんかこう。まあ夢がね、そうそうそう、わ、ね。あ夢はいつでも見てるよ。<laughs> それはそれは、うんさい。えっと、最近白メバルだけど少し背中が青い黒メバルのようなのいませんかハイブリッド個体でしょうかそれは結構。 こう白でででも赤でもも黒赤いるね分からんやついやあの背中が青みがかったブルー系の赤か白 <laughs> だけど黒でも赤のやつがいるみたいな <laughs> なんかややこしいねあの死ななきゃわかんないよ結局なんか死んで黒くなったりとか色抜けたりとか <laughs> 色が変わるなんか中間色いますよね 白目バルで背中がちょっと青っぽいのはいます。それはもう個体差だと思ってもらったり。だけど黒目バルの僕らが、まあ特に僕がブルーバックって名付け親だから言うんだけど、明らかに違うよな、色が。純正のブルーバックと白の背中の青いやつとじゃ、ちょ,ちょっと桁が違う、うん。いるのはいます。 最近メバルの南限が上がってきていると感じますが、皆さんのご意見をかお聞かせください。南限、南限が上がっている。南限、北限じゃないの南限とか<元>てるけど、どうこ南限が上がってしまうと,、えー、と、大分の南側が釣れなくなってくるて、ね、あ、南限が上がってる。あ、わかったわかった。そうそうそう。だんだん、その九州とか西日本が釣れなくなってきているっていうことなんだよ。あ<れ>あ、でもそれはあるかもしれないですね。だって 魚の種類変わりましたよ、ね、こういろいろなものを釣ってて、うん、あのスズメダイがあのちっちゃい時サビリジ釣りしようってこんなかからんかったやろっていうぐらい、うん、なんかもうめっちゃ釣れるようになってそうだから僕はまあ年齢がね高いから余計それ分かるんだけど50年というスパンでもの見るから広島はじめとした瀬戸内で50年間釣りしてると例えばクロソイめちゃくちゃいたのね。 あアホほどいたのよ。えー、いやほんとそう。お正月3日間ななあのフェリーで島渡って3日間で100匹超えた黒剃イだけでね。えー、っていう年もある。その黒剃イがどこでも山口でも愛媛でも広島側でも全部釣れてたのにまず狙って釣るのは難しくなった。あと、うん、普通に広島市内の河口の川、えー、野球で有名な広礁っていう高校があるんだけど。 そこはもう川なのよ、ね、大田川の。うん、広島の前から投げて、カレー普通に釣れてたからね、マコガレーが。ああ、いいですね。で、このカレーがもう、まず狙って釣れない、アイナメのポン球がいなくなる、クロソイいなくなる、で、昔はいなかったアオリイカが増えて、カンバチまで入ってきて、えー、シイラも入ってきて、10年くらい前から全然岩国じゃいなかったサワラとかがめちゃくちゃ釣れ出して、<ー>ブレードジギングに発展してわけ、えー だからあの、岩国のサワラブレードジギングも、僕はもう随分前からボート持ってあの辺海域出てて、同じことやってたのにブリしか釣れたことないのよ、ずっと。えー、ボート買って10年間同じこと、同じ場所で同じことやってブリしか釣れなかったのが、10年前のある日からサワラ最初に1匹ボカーンかけたわけ、俺が。それまで聞いたことも見たこともないの、誰も周りでも。で、僕はあの漁師の港で泊めてるから、 漁、漁労長に聞いても、ないっていう。でもその年から、年々ぐわーっと増えていって、ここ5、6年で爆発的に、サワラサワラってみんなが言い出した。<ー>全然釣り物変わるよ。あと、トラフグ。お<ー>トラフグ、下関とか文字とか有名でしょでも今、1000メーターのハ縄ナワを1日仕掛けて1匹ぐらいしか取れないんだよね。へ<ー>で、 りんちゃん知ってるトラフグの水揚げの一番多い県都道府県ええー、東京あ、っっそっかどこもい,い,いや、東京と思うブぶ,<ー> <laughs> ぶっちぎり北海道えー、え。ええ。それが意外ぶっちぎりで北海道ですえー、えー。だから下関や文字のおふぐ屋さんでちょっと高級な店で天然トラフグ食べさせてくれる ほとんど北海道産だからね今。ええー。あ<っ>ウシのフグはどうなんでしょうね。ねえ。<laughs> まあウシはでも天然でも出れるもん。うまあでも養殖のフグだねほとんど出されるのがね。とねこれが六年か七年前にえっと何町の漁協だったかちょっと忘れちゃったんだけど北海道のええー、札幌よりちょっと上の方なんだけどねえー、平年のえー、っと二百五十倍急に取り出したの。 一気に一気に二百五十倍になった流格量が。えー。<laughs> そこから始まった。すげえ。でメバルの話に戻りましょうか。はい。ええー、宮崎鹿児島じゃほぼほぼ釣れないよねりんちゃん。ええー、そうですね。あのいないわけではないんだけどって感じですね。ええー、鹿児島釣れるためがある。うんいるよ。そう。四国でも南予まで行くとメバルめちゃくちゃ難しくなるんだ。 そうですね。高知もかなりレアだね。うん。うん、だから、その何件が上がったかと言われれば、若干上がってる感じがするね。うん。それより北限が上がったんだよ。ものすごい。そうなんですよ。北限がね。北海道でやったもんね。あ、すごい。そ <laughs> うなのよ。北海道で白目原の尺が狙って釣れるようになった。はい。<laughs> 釣ってきました。 とんでもないこと、あ、言ったんだ。さすが。だねったんですよ。すごかったっすね。しかもでかかったね。ああ、もうアベレージがもうおかしい。おかしいね。<laughs> おかしい、おかしい。いや、日本記録出すとしたら、北海道かもしれないよお。そんな状態になってるね。そんな状態ですね。で、三種釣れましたよ。その日は。三種釣った。すごいはい。あの、ブルーも尺の手前ぐらいまで出て。おお。 で赤は25弱ぐらいかな。でも白はもうダントツ、もう尺は余裕で超えて、うん、取れないやつもいました。おお<ー>、すごかったですね。これは番組ロケで行ったのそうなんですよ。釣りビジョンで行って、多分そうですね。あんなことしたの初めてじゃないですかね。釣りビジョンで。ええー。銀、うん、ちゃんメバルキングって言われるわけだもんね。 いやーやっぱ昔からちょっと北海道のメバルがいないって聞いてて、うん、あの興味はあったんですけどちょっと今の SNS の時代でやっぱ少しは情報がこう回ってくるんで、うん、もしかしたらこの青函トンネルをこう伝っていったメバルがいたらこの辺かなみたいなところをこう割り出していったら出たんですよね。うんうん、あとあのやっぱ現地の方が、えー、とちょっと。 あの、まあ、熊とかも怖いんで。うん、<laughs> 必ず北海道の場合は案内人をつけないと、ね、なんか怖いよね。ねうん、実際遭遇したんです、ねそ。そうそう、あ、熊会いましたね。熊、うんね、会いました。三十年。前後前くらい、うん、もうちょっと前ぐらいかな。僕は自分の車で、北海道まで二回行ってんのよ。車でですか?。<laughs> うん。 釣りながら登っていくの広島からずっとね各県、えー、でメバルどこまで釣れるっての自分でやってみたわけさやっぱりねあそこを海峡を渡るともう一匹も釣れなかったね,っね青森でギリだった、えー、でも青森も二十匹ソイを釣ったら一匹メバルがなんとか混じるぐらいでえー、すごく難しかった 今、めちゃくちゃ多いんだよ、メバル。だって、アオリイカも釣れようぐらいでね、ほんとに。そうよ、そうよ。アオリーとシーバスもね、増えたっぽいしね。3種類のメバルの産卵時期はそれぞれ違うと考えますかって。ああ、僕は違うとは思うよ。<ー>あのー、まあ、ブルーとか白の方がちょっと早い気がする。で、赤は年明けてからかなって感じがするね。うん、同じく。 うん、<ー>なんだけど、西日本の感覚なんだよ、まだ、うんちょ。ちょっと地域によって違うかなっていうね。そうですよね。まあ、地域差はありますもんね、うん、どの魚もね。そうかな、でも、も例えば、うん、一番顕著で、まあ,あの極論、極端なケースかもしれないけど、富山の赤は5月にお腹ポンポンポンになるんだよ。ああ<ー>。ホタルイカじゃなくてあ、違うか。 あ、ごめん、ポンポコンこってやれか。マ、ま、こでってことね、うん。あの、こう思ってるの、5月に。寸前なの、友達が何匹もつって。ああ<ー>〜えー、富山ね、水温違うもんね、全然。だから地域差激しいよね。えー、ええええ。だけど、順番としては、りんちゃんが言った順番だよねっていう感覚は僕の中にもある。う そうなんですよ赤がちょっと遅いイメージかな。でも最近分かんないね。どの、どの魚種も分かんない。特にイカが分かんないわ。イカも地域差めっちゃひ激しいね。そう、イカって新古めっちゃ見るよ、今。嘘本当本当。んへ<ー>意味分かんないもん。この時期に。イカどんどん分かんなくなるよね。<う>分かんないですよね。未来が進むと、昔はそうじゃなかった。はっきりしてたんだよ。<ー>親イカの季節とあ、ね、子イカの季節が。 しっかり分かれてて中途半端なサイズいなかったんで、広島県。えー、<laughs> なんか年中こいか見かけるようになるって、なんかよくあるある話で。うん。ね、そうそう、サンゴを抱いてこないもんね。うん、じゃあ。うん、今南の魚が温暖化関係で上がってくる時代になると思いますが。はい。これから面白そうなターゲットや、名をつけてるターゲットは。 いますかまあこれからっていうか今もう現在進行形でいうと大旗やねそうねうんどんどん広がってるねそうなんですよねこの僕は遊漁船を始めた時ぐらいにあの大分でもすごい増えたなと思っててそうおらん方とおいてもともと全然多分ゲームとして成立しなかったんでそのエリアはね、うん、でもうちょっと南に行くとめちゃくちゃいるんだけどなんか宮崎 までいや、えっと、大分でも構えくらいは全然釣れたんですよ。要は宮崎に近い方側に行かないとそうそう。が、どんどん中へ行ってきて、別府でも釣れるよみたいな、そうそうそう。笹岬回った側でも釣れるもんね、成功。そうなんですか。もう釣れてる釣れてる。え愛媛の笹岬を瀬戸内へ回り込んだところでもう実際釣れてる。はい。うん。 どんどん。ええー。<laughs> どうしたのいや、今めっちゃ水こぼしましたね。あっ、こぼしたんだ。<laughs> <laughs> 危なかった。いや、危なかったじゃない、アウトやろ、完全に。<laughs> <laughs> いやー。えーえー 新しお<ー>他なんか面白い魚ありますかね。本当<あ>ね。じわじわだけど、広がってるのが闇畑、はい、闇旗。あ、闇旗ですか。闇旗もね、大門旗ほど激しくはないけど。うん、生息域広がってるね。確かに大分でもちょっと見ますね。ああ。うん、昔はなんかそっちの。うん、なんか旗も少なかったんですけどね。どんどん増えてきましたね。 それから笛吹き系がよく入り込んでくるようになったよね。ああ<ー>。はい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 。今までいなかったところへね。そうなんですよね。これを、あの、うちのモニターで安子さんってお姉様がいるんだけど。安子さん。うん。あの、広島県のしまなみとか。はい。あそこで笛吹き釣ったもん。ええ<ー>。浜笛吹きのちっちゃいの。あんなもの<ー>僕何回こと瀬戸内で釣りしてるけど見たことないもん。へえ。 あれは、じゃあ、もともとが、じゃかなり南の魚なんですかね、笛吹きは。もう完全に南の魚だよね。えー、うん。大分でもちょいちょい釣れたりしてますもんね。でも、土佐行ったり、そうだね、長崎だったら五島の南側とか行けば、昔から釣れてたけど、瀬戸内にはいなかったよへ、えーえー、あら、結構コメントが盛り上がってきましたね、これ、南の魚。いうことがいっぱいあるのよ。 <laughs> ええー、へ大毛畑は福岡でこの間見ましたね山形県で白目晴れの産卵期は、えー、4月頭ほらさっきさ山形のさ <laughs> 飛島でさ、うん、出会った方がなんか今インプスのテストをされてると回答あそうなコメントがあったよ う、えー、ちらがああった時じゃない？今ね、俺しかおらん。どういうことほら。あれあれほら<と>、ね。ただいま。ただいま。ちょっと、よいしょ。えっと、茶色丸旗多くなった。そうよ。へえー。茶丸増えたし、なんか、ちょっと寄水器で出てるっていう噂よね、茶丸。うん<ー>。すごいね、このインクス TV 乗っ取りやね、リンタ臨宅密閉がね。 どういう状態でしょうかこれはりょうさん今何しに行ったのりょうさん何やろうタバ,タバコ吸いに行ったんか <laughs> なんかちょっとコメントあれしようかなうんあのなんてなんでななんかね読めてないのが結構あったんよおスナッピーフィッシングさんはん飛ばして <laughs>、えー、うん りんんたさはロットやリールの開発に関わったりしないんですかあめっちゃ関わってます。今まさに。ロットテストしようもんね。うん、ロットテストね。ここ数日間してきたね。ほんとね。えっと、太いとこ作ってますね。あの、今、月下美人の EX にないところ、なぜかないところを、またブラッシュアップして作ってます。 い,い,いやレオンさんとさんうちのあのー、親父が本当は似てる感じなんでこの感じやったよ<ー>なんか最近見たら全然似てなかったね <laughs> <laughs> でもレオンさんって今あの年齢非公開なんですかいや公開してますよえ聞いちゃっていいですか4月で 7575? 75? うん、だからリョウさん変わらんけすごいねリョさんってマイナス15歳ぐらいよね、うん、マイナス15歳あ嬉しいなそう言ってもらえたらだってまあ,あっ,ってことやおおだって50代って言われても全然ざらにいるに50代は無理だろう <laughs> いやでもやっぱちゃんとあの意識が高いんだと思うよあ<ー>やっぱこう,そうか 身なりとか姿勢とかファッションとか、確かに,確かにあのそれ以外にもこう早いやん、流行りの、うん、こういったインスタライブじゃないけど。自分であだ名つけた。うん、何ですか最先端 GG。最先端 GG。いいよね、そういうキャッチコピーが。あの確かにいい、ね。最先端 GG。よくない <laughs> い,やい,い,いいっす。 あのそう呼んでいいんだったらいいですね <laughs> それを取ったのともう一つはあの「レオンさんお元気ですか?」ってよく聞かれるのねああ<ー>いつも同じこと聞かれるうほとんどの人が「お元気ですか?」って聞くからんかいいかまし方ないかなと思ってちょっと聞いてみて今「レオンさんお元気ですか?」うん恥ずかしいぐらいね <laughs> い<う> <laughs> 恥ずかしい <laughs> 恥ずかしいぐらい元気です それはなんか。<laughs> とかね、いろいろ。いろいろ。恥ずかしいぐらい。いいな。いや、いいな。いや、あのー。健康が一番だよね。えー、そう、え、でも、あんまり。病気とかされたことないですか まあいいねまあたまに地が悪いぐらいかなでもすごいよね病院、うんうん、すごいわなんか若く見られたいよね、うん、てか元気そうに見られたいやっぱりただあのー、筋膜炎っていうの一回病気といえばやらかしたい、あのー、つまり、まあ、まつまり腰痛のひどいやつね<ー>ぎっくり腰とはちょっと違って筋肉の外側筋膜っていうのを覆ってて それがこう、なんかもうね、弾力なくなってんじゃないの、やっぱり。引き連れて、ギョーンってなって、腰から足のつま先にかけて、雷落ちたようになって、ぶっ倒れたことがある。えそ、ーえーうん、れは、あのー、えっ、ー、と、東北沖の地震の年だから、2011年の4月だったかな。地震が3月11日だよな。んか4月か5月、東京駅歩いてて、 ドーンって頭のてっぺんから雷が落ちたようになってぶっ倒れて。ええー。あの、その、それが4月か5月なんだけど、その年は12月まで松葉杖、両松葉杖ついてて、それでアンソルダのルアマガサンダのロケ全部こなしたのよ、俺、その年。ええー。現場までは松葉杖。<laughs> で、あの、デレクターチェアかなんかを用意してもらっといて、で、椅子に座ってこう支度を始めて、 で釣り場決めてね、支度を始めて釣る用意できたら、椅子を一旦後ろにどけてもらって、でとりあえず立って、いいですよってカメラさんに向かって、でスタートねパぱーっと喋りながら、ぱーっと釣って、ゴーンかけて、<laughs> で、取り込んで,で、はいってやった後椅子すっってまた、椅子出してもらって、なんかちょっと涙出てきた。 半年ぐらい。<laughs> 本当にもうきつかった、あの年はね。<laughs> えー、それがまだ、あの、いまだに100%は言えてなくて、時々、えー、ズキーンとくるの、えーそ。そこだけだよね、弱点は。腰、う、で、ん、足腰ですもんね。足腰大事だよね。ーいや、そうなんですよね。なんかそういうとこってこう、見えないですもんね。やっぱりみんなは。 そうそうレオンさんといえば椅子を持ってくるんですよ毎回うん必ず確かになんか動画見ててもそのイメージある、うん、うん、だからあの10年前のその日からえすごいな,なんかメバルのこう背びれ立ててパイって写真撮影してるのと同じだよねこのこのタイミングしかないああそうねメバルの背びれ立てて <laughs> <で>はい、今 <laughs> あれこうやったら背びれ立つんだって発見した時 <laughs> 嬉しかったよあの30年前かよ。えー、よけどええー、え。あ脇腹のここか、えー、みたいなね。えー、ええー。<laughs> あれで立たない時はあの側線を爪の先でさってなぞるんです。そしたらもうピーンってなりますねどっちかでなりますね。なるほどあ、うん、側線のところが あの性感帯みたいになってるんだな。そういうことなんですかね。<laughs> 多分ね。<laughs> あ、お元気でしょうか、レオンさん。あ、もう恥ずかしいぐらい元気。なんかそういうふうに。すいたい。再生たい。<laughs> <laughs> うん、十年前くらいから、岩手でもメバルが増えてきた。いや、それ聞くわ。えメバルってもともとあるんじゃないですか。おるおる。 うん、でなんかでかいやつの単発とかが多かったんだけどもうめっちゃ増えたらしいそうそうそう増えてきたっていうレベルのあれじゃなくて、うん、まあスズメダイみたいなメバルがいるみたいな、えー、<laughs> 岩手のメバルすごいよ岩手また行きたい、うん 増えた,たというより、だから引っ越ししたいの気すらするぐらい、日本 <laughs> <laughs> のメバルがみんなって引っ越したんじゃないかと。でも、それ、思うのが、ちょっと話変えて申し訳ないんですけど、うん、あの大分でめちゃくちゃ、ね、あの太刀魚がめっちゃすごかったやん。確かにそれが逆側の、その大分がだめになってきて、釣り、逆側の熊本でめちゃくちゃ釣れ,れ始めてか、もともとおったんやろうけど。うん なんんかフィーバーバしとやんそう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 やそそそ移動したんかなみたいな感じで思うぐらいすごいよね。かといいね。ちょうど同じぐらいのが。なんかそこに引っ越すんかなみたいな、うん。引っ越すんだよ。僕が知ってる近年の情報でいうと福島県。はい。福島県小名浜市とかね。あるわけ。えっ、ー、とね。<え>5年前までタチウオを連れたことない。ああ<ー>。えー、それが5年前から堤防の先端で。 釣りボコボコ出してて話題になってこの5年ぐらいで今日、おととし、去年じゃないな、おととし、釣り人者さんからオファーがあって、福島でなんか、レオンさん、立ちよう釣ってるんで、ロケ行きましょうって言われて行ったら、もう堤防の先端に5、60人ぐらい、わーって人並んで、みんな、ボンボン釣ってるのよ。えー、で、みんな指が4本以上なんよ3本とかいっぱい,あい、ね、4本オーバーの大きいのは5、6本あって。 でこれロケができるような状態じゃないから、ああ、これやめましょうか、これ無理ですよと、あの中割って入ってカメラごとなんて無理なんで、とうん、そしたらガイド君が、いや、連中、夜が明けたら帰るんで、つって、<ー>確かに明るくなったら、だーっと帰って、テレビ帽の先端に10人ぐらいしか残ってない状態で、入って、つったら、えっ、ー、と、指6本ぐらいまでつったんですげ、えー、で、話聞いたら、えー、5年前から突然始まったっていうのね。 全く一,一匹も釣ったことなかったってそれまでは。えー、で確かにタチウオってすぐ、うんはい、瀬戸内は太刀魚の漁場としても,もう全国的に有名だったの。ああ確かに。うん、最大級は僕の友達のお父さんの漁師さんなんだけど指11本なんてのも、えー、<laughs> あって。豊島という有名なね漁師さんの島があって。 豊島船団軍団っていうのが瀬戸内中駆け回ってそのえー、と何だったっけ永久特急っていうかな指4本オーバーか5本オーバーだけを特急の箱へ詰めて東京の料亭に送るんだけどそれで五<ー>点立てた漁師さんがいっぱいいてへ<ー>、えー、めえ、ちゃくちゃ連れてて僕らもその頃にマイボートで時間かけて漁場まで行って。 あの漁師さんがあの引きずりでね、船で仕掛け引っ張って、あの釣の中、もうこ、こわごわあの漁師ががーがー通る交差点の真ん中で、自分のちっちゃいボートで立ちを釣ってたけどね、うん、三毛田とか釣れてたからね、あのこ、うん、<今>ええ、あれ儲かる<今>そうな、うん儲かるそれがね、三菱もうかけらも釣れねえぐらいいなくなっちゃった。えやっぱ、立ち往で特に顕著なんかもね、それが、うん。11本ぐらい釣ったことあるんじゃん。 11はさすがにないよ。本当。あのー、近くの川で12って聞いたことある。えう大分は川に入ってくるんです、タチウオが。タチウオが。うん。ぶり、えー、も。川グリかぶりとか。やばいですよ。うん、もうそういうやつに限ってでかいんです。でかいよね。そうそうそう。うん、ショアラインシャイナーとかで食ってくるやつがめっちゃでかいです。高<ー>12本って聞いたことあるな。 メバルはサケみたいに生まれた場所に戻ったりしないんですか分からん。<や>分からんけど戻りそうやけどね。戻るというの,戻るっていうのは、避って海へ下って大きくなって生まれた川へ戻るっていうことでしょうんでも、ね、メバルがそもそも戻る場所がないじゃん。<laughs> なんかあるとすれば自分の家というかホーム。あのー えー、戻るかどうかつまりこれ既存本能があるかどうかって聞かれ,た聞かれてるんだろうと思うのうんえであるならば僕はその水産関係の学術研究をしてた人の話を直に聞いてますえー、えー、まあ僕はダイ,ダイビングもやってたのでよく分かってるんだけど大きな家ぐらいの岩のそばにメバル柱がぶわっと立ってるよね普通潜ってい、はいはい、でこれは一家族なのよ、はい 一、ね、人のお母さんが産んだ子がバーっているわけだね。家族でこう一昨年産んだ子、先お昨年産んだ子が、あの、大きな集団になっているわけじゃない。そこで、試験採捕します。で、タグを打って、500メーター離れたところ、1キロ離れたところ、5キロ離れたところで離して、そのタグを打ったやつが、どれだけ巣に戻るかっていう実験をした水産関係の人がいるの、ちゃんと。 1>, でね、1キロ超えると戻る率がねあの20%ぐらいに落ちる。えー、1キロ以内だとほぼほぼほとんどが戻ってくる。20%ぐらいってことやな。それぐらいは確認されてる。えー、ただこれもね、まだいい加減だなと思うの。うん、のそうですね。 感覚から言うといやこのレバルだったらもっと移動するよとかね普通に、えー、日頃から2キロや3キロ泳ぎ回ってる気がするよねはい。このブルーバックはね特にでも赤はあんまり移動しないだろうみたいなイメージがあるよねええーうん、100メーター岸へ向かって寄ったり100メーター自分の水戻ったりぐらいのうん短い距離しか赤は動かないイメージがあるけどうん 白黒は結構動くんじゃないかなあの茨城にいた時に20センチぐらいまでだったら堤防でまあ普通にみんな釣れるんですよ、うん、で20から20後半っていうのがどこかに行っちゃってて、うん、で尺近いのもまた釣れるんですよねこの間の抜けたこいつらはどこにいるんだろうなっていうのはすごい未だに謎ですね なるほどなるほど。うん。結構サイズがこう揃う傾向にあるじゃないですかメバルって。まあ同じお母さんが生まれた子が同じように育った子は大体同じサイズだいろんなお母さんが産んだ子が群れで泳いでるわけじゃないから。<laughs> ああ<ー>。基本。それ自然でしょ普通は。ええー。だから特にあの黒メバルってのは大きくなりにくいってさっきりんちゃん言ってたよね。はい。 面白いもんで、そのポイントによっては、どうしても尺超えないポイントがあるじゃん。二十九対八で止まるとか。はい、どうしても、だいたい止まりますけどね。あれは一人のお母さんが産んだ子だと思うよ。ええー、意味わかる。かあんま聞いてなかった。そうだよ。あの大谷翔平くん結婚しました。奥様も身長百八十です。<laughs> ちっちゃい子が産まれるわけじゃないじゃん。 遺伝子ってことですね。ビッピーメバルが1回の産卵で何粒分か知ってる ?1 万粒いかない。2400。2400。2400。2百0 0 0 2 4 0 0ええー、私持ったろうと思った。アジは15万ぐらい。え <laughs> だからアジは群れが巨大なの。ええー。 でだけど自分で考えておらん。1回に2500人赤ちゃん出産すんだよ。でその子たちが大きくなるまで頑張ってお父さんお母さんが育てるわけよ。だから僕らが釣りに行った時に「わあメバルここへ500匹も1000匹もいるぞ」って。それ1人のお母さんが産んだやつだから。うん、2500を産んで僕らが釣るサイズ17センチから20センチぐらいになるまでにはもう半分は何かに食われるよね。 2500分の半分で1250でしょさらに半分食われても600匹でしょテーブルの先端で600匹いってごらん大釣りできるよねリンちゃんだい大体一家族なんだったら連釣れてるやつは <laughs> <laughs> 思ってる僕はね <laughs> 関東でアイナメがいなくなりましたええー 九州はもうだいぶ前からいないね。うん、広島っているんですか、アイナメ。いや、もう狙ったつうのは難しい。うん、ああ、じゃあ同じだ。うん、広島も東京はもうほとんど狙って釣れなくなった。へ、うん、えさすがに茨城はいるんじゃないアイナメは、うん。茨城はいるでしょう。福島は、小名浜来ていじゃいまだに普通に狙ってるからね,、うん、ね。なんか茨城が関東だってちゃんと訴えたいね、俺は。うん <laughs> 東北でして <laughs> ちゃんと北関東ですよ南東北じゃないですよ北関東北関東ですよ、うん、でも東京湾でもまだギリアイナメ知ってる人はちゃんと釣ってくるんでうん,うん釣れると思いますけどね僕のイメージでは結構釣れてましたけどね昔は小名浜であれだけ釣れるんだから釣れるんじゃないの、うん

もうそうですねマックス10時でうんマックス10時で、はい、ちょっとその先はあの「ザ・フィッシング」見ます本当だね僕も見ようィーバー入れてさすがに <laughs> リーチャーズたい <laughs> 少しは成長したかな知らないだって一緒に釣り行った時しか見ないじゃん基本はええー、そうですねまあでもあの今回の取材はかなり悩まされましたね あそうはい、状況的にはやっぱ天候も魚のよりもあんまり良くなくて、うんえー、でもこうあんまりなんていうかな自分の目でやっぱ探したいっていうのがあって、うん、そこがやっぱこうぶれそうになる自分も嫌だったし、うん、結構葛藤はありましたね、うん、でもぶれなくてよかったなっていうのはやっぱ後になって思います でだんだんさ、あのー、この業界で10年、20年やってると、自分の中で、なんだろう、敷居が高くなっていくでしょ。そうですね。例えば、行けば釣れるのが分かってる場所にロケ行かなくなるよね。<laughs> あ行かないです。で、やりたくなるのが、初めての場所行って、探しながら釣って、ロケやりたくなるよね、はい、そうですね。<laughs> そう,そうすると時々痛い目ううよねそうなんですよ。もうかなりそうなりかけたロケだったんでんちょっとそれをまあかなりあれですね考えさせられましたね今回はあ。どういうふうに考えさせられたえやっぱ絶対自分を曲げないっていう気持ちで望んでぶれそうになってるところで、うん、かなり冷静さを欠いてた。 シーンがやっっぱあってあなるほど、うん、普段だったら絶対やらないようなことをやってたんですそのかえってタックルボックスを上げた時に、うん、ちょっと雑にしまってたりとか僕がですね、うん、いつももう綺麗にこう封を開けて、うんうん、普段だったらこんなとこ切らないんだけどなっていうところを適当に破ってたりしたんで。 そうなんですよ。その時のこう、ユーマめのこの時間帯しか食わないっていう焦りとか、そこら辺の、あ焦ってたんだなっていうので見てもらえると、<laughs> 多分面白いと思います。え,え、メバルなのメバルとアジですね。あ、メバルとアジでね。はい、で、やっぱアジにしてみれば、すごい一番いい時期なんで、その時期の域、まあ、で、これぐらいは自分は出せないといけないなとか、 いや全然発場所初場所にも行きましたけどあの今までと違うのはちょっと自分の目でやっぱ回ってみようかなっていうところですね,ねうん,うんそれとやっぱ地の利があんまりないんで、うん、まあ風向きとかこの潮の計算があんまりできてなかったですね空か,かないよねあか,かないよねなんですよそこが面白いんだから まあ面白かったですね、後になってみれば。これさ、レオンさんとリンタコさん一緒に釣りロケとか実現しそうですかって書いておるけど、なんか二人が釣りロケしとイメージ全くないんやけど。そうね。ないですよね。だからあの、ベイト・フィネスで一緒にロケしたらいいんじゃない <laughs> あ、それ面白いね。<laughs> <laughs> はあ。 一人一緒の雑誌でこう一緒に人もないもんね。んなんでそんなに仲良しというか、あれとなんかこう離れてるし、うん、交わることないのになんでそんなあれだあれな。いや、やっぱリスペクトじゃない、<laughs> もう永遠の憧れで今話してるのがも。<ー>リンちゃんがまだメバリングで手を染めたばっかりの頃、広島にわざわざ釣りに来た,わあの釣りに来たとおり。 ベバリングを教えててくださいっ一回僕に声かかったのよでなんかもう理由忘れちゃったんだけど忙しいかなんかで俺が相手できなかったんで,で弟子の森健太郎君に凛ちゃんガイドしてもらったへえー。そっからのお付き合いなんてで,んで,なんでその後ずっと気にして見てたらもうい茨城の凛太郎太郎シャクメバラハンターでドワーってブレイクしたへね。えーえー うん、そうそう広島のエッセンスをもういち早く茨城に持って帰ったっていうなんかちょっとそういう自負があったんですよね。うんうん、でレオンさんたちのところがやっぱりメバリングの思想でここからあの釣り方を学んでちょっとその派生で自分は茨城でやってみようかなみたいな感じからスタートしたんで。うんうん もともとはやっぱそういうなんか釣り方のエッセンスみたいなのはもらいましたねそこで、うんうん、時代だよねでもねなんかね時代は回るんよなんかあるそういうね <laughs> レオンさんカラオケうまいらしいよあっそれ安全かきにったかいや俺あのレオンさんの歌声で目覚めたことがあるよ一 <laughs> <laughs> カラオケしながら <laughs> あんなものはカラオケじゃないです。<laughs> どっか集会所か公民館の,あの安いカラオケマシンの話だろ <laughs> 集会所でもないんですけどそんなとこでしたね。ねえ。そうそうそう,そう,うん。あそこもうないんですけどね。あなくなったんだ。なくなったんですよね。<laughs> えええー、まあ釣りロケしましょう一緒に。そうね。 か僕の体が動くうちに一回ぐらい一緒に釣りしてロケし,しなきゃいけんかな。<laughs> そうですね。なんかそう考えたら、ちょっとね、できなくなったら後でしとけよかったなって思うかもしれないそうだね。うん。が5月に出来上がってくるんで、<laughs> 出来上がったからどっか行こうか。あ、行きましょう。え、なんか台話でもやれそうやね、それ。うん。うん なんか意外と質問入らなくなっちゃったね。なんい,やいやいやいや、プラグの質問とかあったよあ,あとね、プログ。レオンさんに近況報告です。はい、前回のライブで、ワーミングで釣れてもプラグで釣れないという質問をして、レオンさんから3月から4月になればプラグがはまる時期が来るよと教えてもらい、先日、ポコポコでした。時期でプラグ、ワームのシーンが変わるのはどういう時期など、うん、状況なのでしょうかああ。 なぜワームでしか釣れなくて、プラグでは釣れなかったのが、突然プラグで釣れ始めたのはどういう理由かっていうわけ、ね、だよね。そういうことですね。はいあもう完全に食ってるものが違うよね、まず。あと、食べてるものが同じであっても、こ行動パターンが違ってる。例えば、12月、1月に産卵切眼して、で、 お母さんお腹大きくなって、あんまり活発に動けなくなって、産卵した後は体力がないからひ、頻繁にこう、動く餌を追っかけれる状態ないよね。つまり、アフター、アフターってよく言ってるじゃない。スポーニングからのアフターは元気に追いかけますような答えじゃないから、そういう時は比較的に食べやすい、ゆっくり流れてくるような網とか、え微小浮遊 生物と呼ばれるようなちっちゃい餌食ってるわけ。スローな食い方してる。ところが3月、4月、5月になると産卵回復し、おいしいものも,たも食べて、筋力もついて元気になるから、どんどん動けるようになるから、動けるようになると足の速い小魚なんかも食いやすくなるから、そうなると水面直下を流れてくるプラグなんかもガブッと食いついてやろうかという気になるわけ。それまではちょっと今の俺たちは体力、 ないから無理だなと思ってちっちゃいワームしか食ってこないとかね簡単に言えばそういうこと簡単に言えば本当はもっと複雑なんだけどねこっから1時間ぐらい話するようになるからやめときます簡単に言えばそういうこと昨日もね、うん、あの取材したんやけどちょうどその、まあ、網パターンのプラグの取材っていうことで、まあ、時期的にはすごい今がやりやすいかなと思って望んで。うん これがやっぱ一つの固定観念になって途中まで釣れなかったんだわへえそうなのそうそうでスーパーボイルは起きてんのになぜかそのプラグでスローに巻いても食わないおかしいやん絶対網なのになっていうところでまあ一回早巻きしたらそれが食ったよねうんで全然網パターンじゃなかったんですよそれが昨日そうそう白食ってたの。 はくってのいハクっボラのすごいちっちゃいやつ。うん、伸の花みたいなやつ。そう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 。そうなんよね。そ珍しい、ね。一個も出した<や>その質問者さんにしっかり聞いといてもらおう。<laughs> 聞いといてもらおう。確かにあの、プラグって基本的にメバルプラッキングするときは水面かもしくは水面直下が多いよね。で、巻いて釣るか、投げてちょんちょんてやったと、こう流して釣るかっていうのが大きい2つのパターンで、要は、 表層意識の高いえメバルがプラグで釣りやすくなってくるわけ。3月、4月になっていくと。ところが、それ以前の1月、2月のドスローなメバルをプラグじゃないと釣れないかっつったらあ、ワームでないと釣れないのかっつったら、全くそんなことなくて、使い方の問題とどんなプラグ使うかなんだけど、これは宣伝にもなるんだけど、バスデーさんのホームページ見に行って、バスデーさん、えっ、ー、とね、YouTube でバスで でやると、バス、え、YouTube の中にバスデーさんのチャンネル出てくるので、そこでずっとく見てもらうと、SPM6575 のページがあって、そこに動画出てきます。で、小学校3年生の子に2月、一番渋い時に釣らせてます。どうやって釣ったかって言ったら、この SPM65 をテーブルの先からちょーんと投げて、そこに沈めます。シンキングなので、そこまで沈むよね。 で、どうやって釣ってるかしたら、動画見てもらうのが一番早いんだけど、小学生3年生だよ。スーッと持ち上げて、プラグのフォールスピードに合わせて下ろしていく。またスーッと上げて、こうは下ろすの。その日はそれでしか釣れなかったからね。試しにジグヘッドにワームで入れてみたけど、ジグヘッドにワームでも巻いたら食うような状態じゃない。それより、 こういうシンキングプラグをボトムでスースーって、で、下ろすときにゆっくりこう、竿でついていきながら下ろすと、ガンッと食ってくるようなね。うん。つまり、ほとんど横に動かない状態なんだよ。そういう時のメバルは。なんか、プラグで釣れないっていうんじゃなくて、ジグヘッドのように使えるプラグが少ないだけ。<laughs> あれば釣れるんだよ。はい、すみません。いや、めっちゃ釣れるよ、SPM は。うん。 <laughs> 僕がね、長いことミニマルで釣ってたのは、それなんだけどね、実は。うん,うん、ワームでも食わないときに、ミニマルボトムのリフトンドポールでかなり釣ってるからね、昔。うんうん、いや、かつては SPM を使ってたのは僕なんですけどね。そうだよね。はい、あのー、ジップベイツのプラグだったんで。そういうことです。 バスでになった途中からなんか知らんけどうち南村さんも五 5, 5ばっか使うんだけど、えー、俺七5ばっか使ってたからねでかいので出る、うんよそのプラグもどのカラーがいいとかありますか <laughs> 僕は知らずカラーがすれると思いますって来てますが<ー>どうでしょう <laughs> ああのね西日本釣り博限定のインクスレーベルカラー良かった s, あの M の <S はい <S <S えっとな,なんかチャート、まあ、グリーンヘッドチャートみたいなカラーですね西日本釣り博限定限定カラーでしたね多分西日本釣り博で限定販売したんじゃないかな僕僕はもうずっとね40年メバリングしてきてるんだけど何色が一番強いなんて全くいまだに持ってない大色<ー>がめちゃくちゃ これなんか僕の身の身回りではオレンジ糖に合わせて作ったカラーなんだけどね。俺、えー、がすごくいい時もあれば、これは去年作ったんだけど、サラマンダーズ。ね、イモリだよね。イモリカラーめっちゃ聞いたり、あのー、どれが一番釣れるってのは、もう何十,何十年やってきて、僕はいまだにメバルには何色が一番なんてことは思いません。<laughs> <laughs> そその場その場場で違う <laughs> この間、ね、YouTube で全く同じことたね。ただ、わかりやすいのは、知らすからが自分が自信が持てるなら、それが一番釣れる色になるうん、自信が持てるかどうかのがずっと重要。私なんかそのベートが小さいとか、例えばこれオフショアなヒラマさんに置き換えると、うん、恋うパターンの時とかって、うん、めちゃめちゃ、あ、こうじゃなかったの ベイトがちっちゃい時は、あ,あ,あの、ローウェイブラグはやっぱ低いよ。気持<ー>あの、あれと思っとったら、挙手は違うけど。あ,あでも、そういう変色してる時はやっぱ差は出るよ。うん、変色は間違いなくある。うん、じゃあ、10回釣りに、同じターゲットに対して同じポイントで10回釣りに行って、変色が何パーセントかあるかって言ったら、年間通じても変色って1割あるかないかなんだよね。うん、実は。 <laughs> よくよく見ると。確かにンちゃんが言うよねサイズも色も偏るときはあるよね。あるけど、率は少なそうですね、うん。基本的には何色でも食うなって思ってますね。<laughs> あと、えーこ、オレンジ釣れるなって、うわー、釣れた釣れた釣れた、あれ釣れなくなった。じゃあ、青いでたら、お釣れた釣れたになるじゃない。あれ、目先変えてやら食うんだよ、ああいうもの。 意外にそのためのカラーローテなのでただ最初に魚がいるかどうかを探すために何色かっていうのはあの質問者さんがおっしゃったように知らすカラーが一番いいと思ってるっていうのが一番探しやすいなぜなら投げ続ける探し続けるモチベーションが保てるからそっちの方が重要だよねうん確かにねなんかうん 信じる力が一番やややねねそういでも私もなんかよく平場とかえり、うん、とかどれが一番釣れますかとかないろいろ聞かれるけどでも最初に手に取る一本ってもう好みでいいと思うよ自分の気分とかそこからいろいろ探っていけばいいと思うし、うん、だって曇りやけんこの色とか晴れけんこの色とかって絶対一概に言えんと思ったでしょ。 私たたちが毎日食べたいものの違うのと一緒うんだっけなんか遊漁船とか周りに人がいて今この色が一番いいってみんなが言ってる時に絶対同じ色しないもん。<ー>ほとんど反対のことやるのこれ。だってプロだから。あ<ー>そんなもんそこそれを信じ込んでそうだっつったらもう始まんないじゃん仕事が。<ー>その時に例えば暖食がめちゃ釣れるって言ってる時に寒色入れてみる。 ね、クリアが釣れてるっていう時にあえてマット入れてみるそうやってその色ですごく釣れてる時に違う色を入れてみて初めて本当のことが見えてくるわけじゃだから僕はもう本当に周りに人がいたらいつも違うことしてるうん、うん、その上でものを言ってんだよんこの色が一番っていうのはね何十年やてもないなって言った, <laughs> ただタイミング的にはありえるうん。なるほどね。ねんかね <laughs> ごめんねこんな話さあのダメなんで俺に聞いちゃう <laughs> <laughs> い<や>。ねそれねさあの、ね、いやいやど、ね、うかっ私とも尋問してしまうかもしれない。<laughs> いや俺もや,やっぱ何色でもいいと思うよ。そっちタイプやったんやけど、いざ、うん、やっぱその。 瀬戸内とか特にもう、あのオレンジのこれしかったらなんとかで、うん、その常連さんばっかを釣るとかになると、うん、やっぱさすがに信じてしまって。それはね、多分変色やと思うよ。ああ、なるほどね。うん、そういう時に変色が起こってるね。ね、うん、昨日それが起こったんや、その取材中に、うん、俺は多分カラーなんて関係ないよって言いながら、うん、強気のカラーをずっと投げ続けたら、もう一切当たらんかったわけよ、それが。なんか口が黒い。 黒い、うん、口が黒いとかある、うん、<laughs> なんか黒いね。あ、かわいいんか。かわいいんでね。あ稀まれにあるよ。僕もね、そう言いながら、この40年で2、3度しかないけど、経験あるよ。うん、特にね、島根県側の明かりがついてない堤防で味釣ってたとき、スーパーグロのチャートしか釣れないの、どうやっても。えー。<で> 当時一緒によく言ってた仲のいい友達が、カクさんめっってきたよーとか言って、あ、そうかってみんなが俺やるけど、全然釣れないけど、どん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 釣るわけ。なんでやと思ったら、その、その色使ってて、腹立つからもうどん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 違う色でやるんだけど、全くバイトないのよ。 じゃあってことで確認しなきゃならんから、あるあるおい、一本くれってってやったら、入れた途端にドンとくるのよ。ああ、やっぱありますよね。ある。あるの。そこは否定しない。ゃあ、状況に応じてですね。うん。じゃあその色がいつもナンバーワンかって言ったら、全くそんなことないのよ。うん。そうね。だ <laughs> から難しいし、面白い。ある。なんか、あの、結構ほら、私とか、その、生徒役に回ることがね、毎日分かで、ね、絶対これをしなさいって言われたの、すごい、やっぱ、聞きたいけど、 私はこう思うのにっていうのがあって、できんときがあって、私はその、A と B があって、A をしろって言われて、B をして間違って、違くて,てもそれでいいと思ったプというか、それで違かった次に、なんか答えになるやん、また、それが。うんうん、だっけ、なんかやっぱそういうとこあったね、確かに。あとさああの、メ、うん、バルは色が違っても何とかあるじゃない <laughs> そ,うなんそうですね。色より大事なことがあったりするじゃない ところがね面白いよねあのタチウオジギングに行ったらよくわかるんだよねジグのカラーでえらい変わるのタチウオってそうなんだこれだけはね<れ>ジグのカラーでタチウオ何タチジグのカラーで超か変わるあまあ何でもそうなんじゃないあそう <laughs> いやあのメバルほどメバルはそうでもないタチウオはもう結構その色だけに集中するなんてことが 瀬戸内の遊戯船よ。これが東京湾だとまた違うだろうし、太平洋だったら違うとは思うんだけど、<laughs> 瀬戸内の立ち用事ギングに行くと、やっぱり色で偏るから、ある日友達と2人で作戦立てたのが、メーカーさんにシルバーのジグだけくれって言って、100本ずつぐらい2人で頼んで。で、24色のマーキー買って、ああ<ー>。連れてる人の色現場でパッと塗って、それでやって へーなんかシルバーしか持っていかない。なるほど。<laughs> うん。面白いですね、それ。それぐらいタチウオはね、<で>極端、海域によっては極端のことある。ねメ<ー>、うん、バルはそこまでひどくないなう。動きとかレンジの方が大事だったりするね、うんうん。そうですね。そう、うん。そっか、レンジか。それなんかわかるかも言われたら。メバルがね。トップのさ、大物釣りとかシーラとかめちゃくちゃカラーで。 変わる。すると、色変えってきなりすれたとか、なん、うん、かやっぱそのレンジ面のね。うんうん、そう考ると。メバルは、まあ、主に三つあって、レンジ、スピード、あとシルエットやね。うん、ああ。このルアーの、まあ、形ぐらいは見てるかなっていう感じですね。別にどう動いててもいいんだけど。リンちゃんが言った順番に大事なんだよね。ほぼ。うん。 ンジスピードシルエットカラーという順番だよね。そうですね。<変>割とカラーはいい、ね、<laughs> 最後<に>何でもいいかなと思ってたんですけどね。昨日は何でもよくなかった、たまたま。まああ <laughs> 先日、大分の某所でリンタコさんと全く同じようなスーパーボイルしてるメバルの群れと会いましたが、うん、フローティングプラグで一匹しか釣れず。 大豆の激しさから僕もベイトフィッシュを追ってるとにらんでましたが答え合わせができなかったです。ただ数年前から同じ時期に同じ現象はあって、うんうん、あいつらを爆笑させる夢はまだかなわず。だから多分ね、吐くじゃない、うん、それこそ。吐くって書いてる方がいはあるんですかね。うん,う,んう,んうん。だけどやっぱあれなは続かんってことをするでも。うんうん、えっ、ー、と、いや、あの、網だと思って狙ったら全然釣れない。えー、そう,うん。だから彼はスーパーボールしても 回収スピードだったらボコボコ当たるなんてメバルだあるんだよ。そうそう,そうそうそう。僕も何回も経験して。僕、ハイギアなんだよ。えー、2000番のハイギアで、しかもこのスピードで巻くことあるからね。メバルなのに。ピュッとなる。なんかそんなんしか食わんかったよ、昨日は。あれ、意外に吐くパターンの時そうなりがちじゃないそうですね。スピードリトリーブね。うんうんうん。<laughs> それ<は笑>あとね、 磯のタイドプールみたいなとこにいるやつもそうね、波の花食いに来てるやつも結構早くよく聞くんだよね。あ<ー>あ<ー>、そうですね。あの、波の花食ってるイカが厄介ですね。ああ、確かに。うん、<laughs> あれはもうワームしか食わないっていう、変なイカがいますね。えぎ、ー、<laughs> 食わないんですよ。下層にかかるばあれががフックか <laughs> だからジグヘッドでしか釣ったことがないけど。

コギアのグラブちっちゃいグラブ昔からあるのえグラブえー、なんだろうグラスミノーじゃなくてグラ,グラスミノー、グラスミノーグラスミノー、はい、グラスミノグラスミノンにあのチビイカカンナ針カンナを刺してそれいつも持ってたよへえー、あそれいいかもねそういうやつねあカンナにこう針がついたやつのちじこのがあるのよカンナに針がこの針の先っちょが平べったくして穴が開いてるから あのワームのお尻からずーっと刺して、グラブのテールのとこにカンナがこうあるわけ。で、ここの針の先っぽの穴に糸結んで、それでピュッて投げてつってた。う、えーん。<laughs> うん。私、来年、それしよっかな。あのジグヘッドにカンナついてて。で、そっち狙おうかな。ビームフィッシュでやろう。ねえ、楽しそうや、ね、<laughs> 勝一さんが作ってるよ、ちっちゃいカンナいっぱい。ええー。うん。見たことないね。 俺、昔から大好きだから、その手の釣りは。メバ,メバリングに行っては、うん、あの、イカ釣ってたんで。あ、いいですね。<laughs> ミッピーと同じやミ。ミッピーに参考まで見せてあげよう、うんこ。これでイカ釣ってたの、こうやって。えー、ああ、すごっ。へえー、面白い。へえー、カンナになっとる。これが勝市さんのカンナ。 へえー、面白い。へぇへへへこんなことばっかりした。うん。遊び心やね。うん。これね。へえー、ほんとほんと。ああ<ー>、いいね。名前がいい、イカツール。イカツール。んなんか、ね、今の時期も支え方がおるしね、いろんな人、えー。うん。なんか、レオンさん、質問来てますよ。はい。 ばんはインクスの SPM65 や75や55で、何と書いてるマダイを狙う際に最適なフックを教えていただきたいって言ってますね。最適なフックまあ、あの、SPM でマダイってのは俺じゃなくて、うちのあの、橋本祐介が、何て言うんだろうな。橋本祐介とね、もう一人お友達でやり始めた釣りで、広島市内ですってんだよ、なんと、おじちゃん。 六丸七丸のマダイを S. P. M. の六五五五で。えー、でフックはね、変えてないよ、彼ら、ノーマルのまま使ってるよ。なんかね、か広島市内マダイ増えてないですか。いや、昔からいたよ。昔から。えーえー、うん。あの、じいちゃんが。ひも、広島市内の堤防の先、ちょ、で、つ、餌で。釣ってたもん。あの、うん、川にまで入ってきませんか。川にまで入ってきます。すごいね、大樽の水路入って。ね おーいや最近 YouTube で見たもんあ。これね、ちゃんと真面目にお答えしないといけない。あの、SPM55 とか65を投げようとすると、必然的に糸細いでしょ太い糸で投げられないでしょ ?PE の1号とか2号じゃ。ね。だから、えー、PE にしても0304とかなるでしょモノフィラでもまあ0.55ぐらいでしょそうすると、いくら強いフックつけても、 切られる,時は切られるわけさだからフックよりフックはメバル用のフックがついてます SPM にだったらそのフックを伸ばされないもしくはそのラインを切られないようにドラグ調整すればいいだけなんです、うん、マダイでも。そうですねドラグで対応しましょう、うん、あのどっかへ潜るような魚じゃないのでマダイは。 じいじいは一人はね、そのうち寄ってきます。シーバスとかマダイはね、全然大丈夫。ドラグ緩めときゃ大丈夫。だからノーマルフックのままですみだ。はい、いや、全然いいと思いますね。あのフックは、僕は細軸でも全然いいと思ってて、このメバルにしても何にしても。うん、あの一番大事なのって、ちゃんと刺さるかどうかの方が大事かなと思いますね。全然そっちの方が大事。 うん結局、軽量の,の細軸フックでも、えー、ところまで入ってしまえば伸びるもんじゃないの、なかなか。あれが、ね、針立ちしか立ってないから伸ばされるわけ。えー、ここの問題があるんだけど、細い針で伸ばされるからつって、太い針にするわけね、みんな。ところが、竿の方は柔らかいし。 ライトタックルだから糸も細いからドラグ緩めてるから太い針だと余計立たないんだよ。そうそう、刺さんないですよね。あと太い針は貫通させないといけないけど骨を。ね。で、細い針は、軽流用の針なんかは骨貫通しなくても針先が逃げて口の中の薄皮を縫うんだよ、こう。これで取れるんだよ、魚。 うんだから、貫通させるのに口の中が縫うっていう考え方だって存在するし。えー、で、もっと言うなら、バーブが付いてるだけで貫通しないからね。これ覚えといてください。段ボールにバーブレスとバーブ付きを刺してみて、自分で。バーブが付いてるやつはね、ブチッつってね、力いるから。でも、バーブレスはサクッと刺さる。んか意外にバーブレスの方が刺さりやすくてバレません。<laughs>

うん、74ULS なんですよ、うん、でこの 74ULS って僕、個人的にあんま好きではないんですけど、うん、その竿に限ってはだるくないんですよね、しっかり張りがあって、ううん、でも、TIP が仕事してくれるんで、もう昨日もその竿でロケ一本やってきて、やっぱこれが一番いいかなと思える竿かな、全然僕、監修じゃないですけどね。なるほど,なるほど、うん もう一回言って、何銘柄。えっと、月下美人 EX74ULS 弦です。が、銀ちゃんの推し。推しです。僕は、僕はもうちょっとめんどくさい。めんどくさいですかお、おすすめのサオったら、プラッキングなの、ジグヘッドなのって聞きたくなる、先に。ええー、まあ、プラッキング想定で,で。プラッキング想定だったら、僕の一押しはもう僕が、 ね、今までの経歴、経験、歴史を全部踏まえて作った B テスラセカンド。これはもう完全なプラグロットです、えーうん。それ以上のものは僕の中で存在しない。あとは。レングスはどれぐらいですかえレングスはどれぐらいなんですかえっと、7三七三あやっぱそれぐらいになりますよね。やっぱり曲げのストロークが欲しいんだよね。プラグロットにしても、いなすにしても。 えー、ジグタンの方は63にしてるからあ、6474だよ、うん。あとはね今年の5月6月に発売になる、えー、江戸前小継ぎ一尺五寸ベスパーだという差すごい名前。<laughs> 5本継ぎ。<laughs> えー、いいな。気にしといてみてください。これはねあのガチ勢のアジンガーさんに0 5ムで。 ボトム取りさせたらボトム取れるただし UL じゃなくて L なんだよ。えー、L ロットなのに 0.5g の着底感が取れてキャストもスムーズで当然 L クラスだから 14g ぐらいまでは普通にキャストできるよね。で5本継ぎで。<laughs> で江戸前小継ぎ1着5寸ってなぜわざわざ言ってるかっつったらルアーロットと技をの融合させたそうであ<ー>あほぼほぼ世界初の 味付けのサウンドになってますから、えー、5月6月になったら発表できると思うのでお楽しみに。あ楽しみ,、はい、楽しみですね。楽しみもう終わりやね。もうそろそろ10時になります、ねそ。そうなんですよ。あと1問ぐらいなんか開いてあげてください。はい。<laughs> えー、なんかいい 韓国に移釣りしに来てください。韓国行きたい気になる。ま、最初行く。最初行く。最初行くの誰がメピ福岡からだったらフェリーでちょちょちょって行けるんですよ。そうそうそう、簡単だよね。簡単に。仕事で行くのいや、もう完全プライベートで行きます。そうなんだ。4月5月は1回ずつ行くで。へぇー。俺も行くんか。そうそうそう。へぇー。 なんか美味しいもん食べたいよね。韓国行くんだったら。何やっしようっても遠慮する。そう。じゃあ釣りするか。いやあ、今日お二人のおかげでね、ライブで久々の二百五十人。うわあ。ありが二百五十人すごいですね。ね、嬉ね。うんまあインクステレビとしてはもう完全に二百ライブで二百五十人はトップクラスの人数ああ、そうです。ありがたいね。ありがとうございます。はい。 ということでね、時間もまるまる2時間お話しさせていただきました、ね。市長<ー>さんの皆さんも長い時間おつき合いいただいてありがとうございました。はい。じゃあ、りん、えー、ちゃんとミップさん、ありがとうございました。またね。いいたありがとうございました。大分の新居の方に遊びに行かせてください。<笑><笑>ぜひぜひ、どちらにも来てください,、はい、はい。お疲れ様でした。じゃあまたね。はい。は